こんにちは、サンディです。今日は、私が実際に使っている、眉毛の、ものっていうか商品の紹介をしたいと思います。ペンシルの方から紹介したいと思います。で、まずドリームマジックっていうのからいきます。これは本当はアイライナーなんだけど、そうなんだけど眉毛に使ってます。多分アイライナーだと硬すぎるから使いたくなくて、でも眉毛にはちょうどいいぐらいみたいな、硬すぎず柔らかすぎず、でも目にはちょっと無理かなって感じで眉毛に使っています。で、これは多分500円もしなかったような気がします。ドラッグストアとか、あとドンキとかにもあります。で、色は、02のブラウンです。で、これはもう専門学校の時からずっとあるやつで、これもパムスっていう、メーカーのやつです。これもすごく描きやすくて、全然硬くないし柔らかいし、柔らかいっていうか普通で、ペンシルでもしよかったらね、この間はポマード使った、ビデオを作ったんですけど、もしリクエストっていうか要望があれば、ペンシルでどうやって私が眉毛を描くかっていうチュートリアルの動画をも作れるんで、もしそのチュートリアル見たい人がいれば下にコメントよろしくお願いします。これはなんかよくNYX っていう言い方する人いるけど、多分海外ではいつも NYX っていう言い方で、そう通じてるんですよ。まあ日本では NYX っていう言い方をするみたいなんですけど、このペンシルはすごくいいです。好きです。ただ今の髪の毛の色には合わないかな、だからあまり使わないんですけど、もうちょっとなんか明るい時は使ってました。これも全然なんかめっちゃ硬いとかではないから、そう基本的にはいつも普通から柔らかめのペンシルを選んでます。そっちの方が描きやすいんですよ。色は01のライトブラウンと03のミディアムブラウンっていうのがあります。で、これまた違う色のトーンもあるので、これも自分の髪の毛とかに合わせて選ぶといい感じです。で、これは確か韓国かな、そう韓国のメーカーになります。ウィッチーズポーチのアイブロウマスカラで、これはそう2つついてくるんですよ。ペンシル、こっちはペンシルで、こっちを回すとマスカラが出てきます。眉毛マスカラ、こちらは100均で買ったものです。多分セリアかキャンドゥだったかな。で、昔よくこれ使いました。髪色がねもうちょっと明るかった時です。で、これがすごいこのケイトのやつに似てるんですよ。で、これケイトは、BR1 っていうね色を使ってました。最近はもうあんまり使わないけど、また使いたいなと思っています。次はいつも使ってるポマードタイプのアイブロウのポマードですね。で、いつも最近本当にいつも使ってるのはこのアナスタシアのアイブロウポマードっていう商品になります。これはすごい海外で超人気なんです。今もうね、みんな1個は持ってるっていう感じです。で、これは言ったら、アイライナーのジェルタイプと同じでこういう感じになっています。で、すごい取り扱いやすくて柔らかいんですね。全然硬くならないし、まあちゃんとね蓋すれば。色もいろいろありまして、私が使ってるのはダークブラウンっていう色になります。で、これは多分日本のお店ではあんまり置いてないかな、なのでインターネットなどで買えると思います。もしあったら下の方に URL を載せたいと思っています。で、最近また復活した、私はちょっと前に、亡くなる前に買ったんですけど、一時的にねなくなって、で今また復活するみたいなんですけど、 MAC のポマードも
あるんです。で今はね、海外ではこのポマードっていうのがすごい人気なんですよ。なんで他のメーカーも出してるんですね。ちなみに確かね、ミラニとか、あとニックスも出してたかな。いろんなメーカーが出してるんですよ、海外コスメのプチプラな、うん、コスメもハイブランドのコスメも結構みんなポマードを今結構出します。で私はこれマックのやつも結構使ってました。もうなんかそこがね、そこまで行ってないけど結構こっそり行ってます。でちなみに色はこっちはディープダークっていうやつかな。でね、ここの違いとしては、私が感じる違いとしてはこっちの方が、アナスタシアの方が柔らかい。こっちは硬いわけじゃないんですけどね。だからこっちの方がすごいクリーミーっていう感じです。で値段は多分あまり変わらないと思います。でこれに似た商品はさっきも紹介したこのウィッチーズポーチも同じようなポマードのやつがあるんです。これはドンキで買います。でこれが面白くて、だいたいポマードってこの形なんですよ。他のメーカーもこの形で売ってるんですけど、このウィズポーチってやつはこういう形のやつで、こっち開けるとブラシになってるんですよ。ブラシ、そうブラシになってて、でこっちは開けるとこうなってて、ここに見えないかもしれないけど、ここのね、ちょうどなんか上の方が切れてる感じになってるんですけど、これがポマードなんです。この中にポマードがあって、でここをね、この筆でやると商品が出てくるっていうものになります。すごい面白いなと思って、色も全然ね、こんな感じで描けちゃうんです。なんですごい面白い商品だなと思いました。さすが韓国だなと思います。で次はパウダーの商品を紹介したいと思います。で以前は100均のものを使ってたんですけど、それがちょっとなくなっちゃったんで、今2つしかないのでこの2つを紹介したいと思います。これは海外コスメになります。でこっちはプチプラなコスメで、私は海外コスメで多分プチプラ系のコスメだと一番好きなメーカーで、ミラニっていうコスメになります。でこれはこれも色、いろんな色、多分3つか2つ違う色のパレットがあるんですけど、で本当はなんか筆とか他のなんだろう、ピンセットかな確かがついてきてたんだけど、多分違うとこにあるでこれはハイライトと2色ついてきます。であとね、こういうピンセットついてきます。でこれはすごい使ってて、こっちは底が見えちゃう。で色がね、本当はなんかここに名前が見えるかわかんないんですけど、名前がこうついてて、でなんかすごい貴重に使いたいなと思って、だから隅っこから使ってました。でこれはすごいいいものです。大好き。でこれは通販で買いました。確かアマゾンかな、うん、アマゾンで買いました。アマゾンでも海外コスメって買えるんですよ。もし探してる商品があったらアマゾンに一回打ってみると意外と向こうでも買えます。ただ送料はちょっとかかっちゃうかな。他の通販ページだと何円以上だと送料無料とか、あとクーポン、結構海外コスメってクーポンを出したりするんですね。送料無料にしたりとか、あと合計金額を 30% オフとか 50% オフとか、それでいろいろあるんですね。アマゾンはあんまり多分そういうのないのかな、わかんない。ただ私が買った時は多分いろんなコスメを買ってまとめて買った一つの一個の、そのうちの一個のコスメです。これは大好き。もうミラニは最高。何でもかんでもいいミラニ、本当にいいんですよ。口紅とかもいいし、チークもいいし。であとはこちらです。日本ではアーバンディケイっていうのかな、でラテン系の人はウルバンディケイってよく言います。でこれは日本で買いました。そう、チャーリーっていうお店で買いました。すごいローカルなのかな、わかんないんですけど、雑貨屋がこうコスメ
だらけのお店になったっていうところで買いました。で、これは多分意外とネットでもあるかもしれない、探してみます。で、これは、こうやって開けるとこっちにね2つあって、こっちはなんかねワックスみたいな多分整えるやつだと思いますがついてきます。で、色は他にあるかわかんないけど、これはブラウンシュガーっていう色になります。で、下は鏡になっていて、筆が2つとこちらピンセットだったかな、多分ついてていて、もうこのピンセットはねすぐどっかにどっかポーチとか入れちゃうんでないです、基本的にこういうところには。で、筆2つついてきて、で、これは今日はこの商品使って今日の眉毛をやってます。もしかしたらね、なんかポマドじゃないとなんかこの、ね、濃いめの眉毛ができないんじゃないかなって思う人がいるかもしれないけど、意外とねこういうパウダーのものでも全然いい感じにぼかしたり濃くしたりできます。で、今回はこれを使った眉毛をしています。で、もしよかったらペンシルと同様、あのパウダー使った、外国人風ハーフ太眉チュートリアル見たい人はコメントよろしくお願いします。で、あとはこの2つです。これは眉毛が長く持つためにあの塗るものです。消えないようにね、たまにねここをなんか取りすぎて毛がないとかさあるじゃない。で、それがねなんかこう時間経つとだんだんこうよれてきて、なんかこうすっごい短くなったりすると思うんですけど、これ塗ると1日中持ちます。で、どっちも100均のものです。で、ただ形が違うだけであって、効果は同じで、こっちはちょっとねなんかこうマニキュアみたいだけど、この眉毛終わった完成した後にこの上からチチって塗ります。で、こっちのやつは本当にもうマスカラみたいな感じ、こういう感じでペペペッとやるとそのままその形でこう毛のこう流れがどっかに行かないみたいなね。はい、終わりました。ちょっと長くなったかもしれないけど、これが全部私の今現在持っている眉毛用のコスメたちでした。他にもね、コンシーラーだったりとかファンデーションとかなんかいろいろあったりするんで、もしよければまたこういう商品紹介が見たい人いたらコメントに残してください。で、やっぱり使い分けると、どういう時にどの商品を使ったらいいかってだんだん分かってくるんですね。こうやっぱり種類をいっぱい持てばいいとか、たくさん持てばいいってわけでもないです。なんで、季節によって違うファンデーションとか違う化粧水を使ったりするのと同じように、こういう商品も使い分けるとすごい、持ちも自分でコントロールできたりするんで、すごくおすすめです。で、全部は、多分載せれないけど、載せれるものはリンクに残しておきますので、下の詳細のとこにチェックしてみてください。では、またね。